僕たちの番だ。私の名前はゴーストガール。端的に言うなら、お金で雇われる魅惑の謎の術ってところかしら。雇い主はソルテクノロジーだな。やばそうだよね。私のアクリスは、あなたにどうしても聞きたいことがあるんだって。財前こちら。お前はプレイメーカーだ。俺一人のために随分と大掛かりだな。お前を捕まえるためならどんなことでもする。私の名前は財前アーチャー。お前の血ですが、ブルーエンジェルの兄だ。そういうことか。お兄ちゃん、今同点になるぞ。貴様、あのデュエルで妹に何をした？妹はあのデュエルの後、昏睡状態となった。このリンクブレインズから抜け出せずにだ。お前は誤解している。俺は何もしていない。彼女は俺と戦う前からハノイのカードを持っていた。嘘をつけ。妹がハノイの血と手を組むなど、あるはずない。本当だ。彼女はハノイのウイルスに感染した。彼女を元に戻すには、ハノイからその除去プログラムを手に入れるしかない。敵は俺じゃない。そんな嘘が通用すると思っているか。このまま八つ裂きにしても真実を聞き出せる。意味のないことだ。ダメ。それは私が切る。お前を痛める時間はいくらでもあるんだ。イグニス、お前は我が社に回収する。さあ、早くされないと全身が引きずれるぞ。私を甘く見るな。俺が憎むのは、あの世の人だけだ。